1986年、愛知県である事件が起きました。実の娘に保険金をかけた男が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる今村郁夫は岐阜県で出生します。彼の実家は農家をしていたそうです。また彼は末っ子だったのもあってか、両親からは甘やかされて育っていきました。そのため非常にわがままな性格になっていったといいます。その後大人になった郁夫は一人の女性と出会い結婚しました。郁夫と妻の間には長女、次女と二人の子宝にも恵まれ、とても幸せな日々を送っていたのです。しかしある時から事情が変わってしまいます。というのも妻が夜の仕事を始めたらしく、それによって郁夫との関係が悪化してしまったそうなのです。郁夫はどの仕事も長続きしなかったため、妻が働きに出たのかもしれません。ただ郁夫は妻が夜の仕事をすることが嫌だったそうで、次第に二人の間に大きな溝ができていきました。そのため結局妻とは離婚してしまいます。その後まだ幼かった娘二人は郁夫が引き取り育てることになりました。これと同時期に愛知県名古屋市千種区の市営住宅に父子3人で移り住んだのです。郁夫は娘2人を育てるためトラックの運転手や食品販売の店員などをして働いていたのですが、どの仕事も長続きしませんでした。結局事件を起こすまでに34の職業を転々としています。最終的には生活保護も受けていました。近所の住民との付き合いはほとんどなかったのですが、周りからは神経質で変わり者だと思われていたそうです。そうした生活を送る中でも時は流れていき、長女と次女も高校生、中学生になり思春期を迎えます。この頃から郁夫は娘たちにとんでもないことをしていました。なんとイライラするたびに手を挙げていたそうなのです。それが影響したのか、次女の陽子さんは非行に走るようになります。彼女は地元の中学を卒業後、市内の高校に進学するも2ヶ月ほどで中退してしまいました。父親である郁夫から逃れるように家出を繰り返していた陽子さんは警察のお世話になることもあったといいます。ただ根が優しかった陽子さんは補導されるようなことはありませんでした。その後陽子さんは友達に紹介され、パチンコ店で住み込みで働き始めたのです。そのため実家は郁夫と長女の二人暮らしとなりました。この時から郁夫は娘たちにあることを勧めるようになります。何でも異常に高額な保険に加入するよう勧めてきたそうなのです。実は彼は恐ろしいことを考えていました。なんと実の娘に保険金をかけて命を奪い、保険金を詐取しようと企んでいたのです。さらにこの頃になっても郁夫が暴れることをやめず、長女が一人で郁夫の仕打ちに耐えていました。ただ限界を迎えた長女も逃げるように家を出て行ってしまいます。こうして自宅に一人になった郁夫なのですが、それからも娘二人に対し保険に加入するようしつこく迫ってきたのです。そのため次女の陽子さんはお父さんがうるさいしと保険に加入してしまいました。また長女に関しても過去に病気で手術をしたこともあって、郁夫が次のように声をかけてきたのです。もしもの時のために保険に入っておけ。このように再三言われた長女も死亡時2000万円の生命保険に加入してしまいます。もちろん2人の娘の保険金の受け取り人は郁夫になっていました。しかしその後長女が結婚し、受け取り人を夫に切り替えたのです。そのため長女を手にかけたとしても保険金は夫に渡ってしまいます。これにより郁夫のターゲットは次女の陽子さんだけになってしまったのです。この頃になっても郁夫は酒や女に溺れるような生活を送っており、まともに働いていませんでした。そして金に困った郁夫は驚きの行動に移ります。なんと次女の陽子さんに金をせびるようになったというのです。郁夫は毎月のように陽子さんが働くパチンコ店に訪れ、彼女が汗水垂らして稼いだ給料から数万円を奪い取っていました。陽子さんはそんな父親でも黙って小遣いを渡していたそうです。とはいえ陽子さんは父親から逃げようと住まいを変えたことがありました。しかし郁夫はどこまでも追ってきては金をよこせと
手を挙げてきたのです。この状況に陽子さんは知人らの前で泣き崩れることもしばしばあったといいます。ちなみに陽子さんが加入させられた保険は額面で3000万円、事故死亡時6000万円の支払い条件のついた多額の生命保険でした。郁夫はこの保険金を陽子さんにかけた後、恐ろしい行動に出ていたのです。驚くべきことに陽子さんにスタンガンのようなものを押し付けて失神させた上、後頭部を殴って怪我をさせていたというのです。これにより彼女は3日間入院することになったのですが、なんとか命に別状はありませんでした。とはいえ、この時に陽子さんが負った傷は医師すらも怯えるほどの怪我だったといいます。後に警察は郁夫のこの行動について、自らの手で陽子さんを手にかけようとしたのではないかと見ていました。ただここで郁夫は自分の手で命を奪うのは難しいと考えたのか、他人を雇うことにしたのです。そのため陽子さんを手にかける計画を知人に持ちかけています。しかしこの話を持ちかけられた知人は断りを入れており、結局6人から断られてしまいました。それでも諦めない郁夫はある時一つの広告を目にします。それは名古屋市内にある会社の便利屋部門でした。この広告を見た郁夫は便利屋を訪ねたのです。そこで後に共犯者となる吉田翔一という男と知り合います。その後吉田は会社を辞め、自分で便利屋を開業しました。そして郁夫が再び吉田の元を訪れ、次のように声をかけたのです。娘をなんとかならんか、手にかけてほしい。このように声をかけ、交通事故を装って命を奪うという計画を吉田に持ちかけました。報酬に関しては保険金の3分の1を渡すという約束をしています。吉田には窃盗などの前科はあったものの、さすがに人を手にかけてほしいという依頼に即答することはできず、ためらってしまいます。しかしタイミングの悪いことに、一人の男が刑務所から出所してきたのです。この男は赤松仁という人物で、吉田とは犯罪仲間でした。そうして赤松と再会した吉田は、以前から郁夫に持ちかけられていた計画を赤松にも話したのです。すると赤松は乗り気になり承諾したといいます。こうして陽子さんを手にかけて保険金を詐取するという計画が遂行されることになってしまいます。郁夫は吉田を陽子さんの勤めるパチンコ屋に連れて行き、彼女の顔を覚えさせました。その後吉田は陽子さんを尾行し、日頃の行動を調査していったのです。また犯行当日までに郁夫と吉田は自宅や近くの喫茶店で10回近くも打ち合わせを重ねていきました。こうして全ての準備が整い、事件当日を迎えます。1986年6月24日この日、陽子さんは名古屋市千種区の路上を歩いていました。彼女はある人物が住んでいる社員寮に向かっていたのです。その人物というのが陽子さんの婚約者でした。実は陽子さんにはこの時将来を誓い合った婚約者がいたのです。そして午後11時頃、陽子さんは婚約者が住む社員寮の入り口に着きました。しかしその瞬間、待ち構えていた赤松が彼女に襲いかかったのです。赤松の手には木製のバットが握られており、それを何度も陽子さんの頭めがけて振り下ろしました。その一方で吉田は陽子さんが逃げようとする道を塞いでいたそうです。突然の凶行に陽子さんはなすすべなくやられてしまい、悲鳴を上げながらもその場に倒れ込んでしまいます。この悲鳴を聞きつけた近所に住む住民が駆けつけました。すると吉田と赤松はそそくさと逃げてしまったのです。その後陽子さんは病院で手当てを受けています。しかし2日後の6月26日の朝、彼女は帰らぬ人になってしまいました。こうしてまだ20歳の陽子さんは実の父親によって未来を奪われてしまったのです。その後陽子さんの告別式が行われたのですが、郁夫は堂々と喪主を務めています。彼はうなだれた様子を見せつけながら参列者に挨拶をしていました。そして7月に入ると早速保険金を請求したのです。しかしこの請求は保険会社から断られてしまいました。そして犯行から2ヶ月が経った頃に、テレビの取材班が郁夫にインタビューを決行しています。
そこではしれっとインタビューに答える高圧的な態度の郁夫が映し出されていました。そんな中、人の命を奪って報酬をもらえなかった吉田と赤松は9件の窃盗事件を起こしています。この犯行がバレてしまい、警察は吉田と赤松を逮捕しました。それと同時に陽子さんの事件についても捜査が行われており、彼女に保険金がかけられていた事実を突き止めています。さらに郁夫が書いていた電話先のメモの中に吉田の名前が書かれていたことから3人がつながりました。そして警察は吉田たちを追及すると自供しており、彼らの話す通りの場所から凶器に使われたバットが見つかっています。鑑定の結果、発見されたバットと陽子さんの傷が一致することが分かりました。こうして郁夫も豚箱行きとなったのです。しかし逮捕された郁夫はイケシャーシャーと知らないなどととぼけていました。とはいえ、その後厳しい追及に耐えかねた郁夫は次第に犯行を認める供述を始めています。ただ陽子さんが悪いというような発言をしたのです。なんと郁夫は警察に世話になるような陽子を持て余し犯行に及んだなどと言い放ったというのです。その後裁判が始まり、法廷でも言い訳がましい言葉を吐き捨てています。娘を男で一つで育て上げたのに非行に走ったり病気がちだった自分の面倒を見てくれなかった、憎さが増しての犯行で決して保険金だけが目当てではなかった。法廷には陽子さんの姉も出廷し、次のように述べています。許せない、極刑を望みます。最終的に裁判長は、結婚を目の前にした若い娘を手にかけた責任は大きく、娘の無念は計り知れない、あなたの肉親ですら極刑を求めているとして、求刑通り無期懲役を言い渡したのです。また、共犯者の吉田と赤松には懲役20年となりました。吉田と赤松はそのまま刑を受け入れたものの、郁夫だけは無期懲役判決を不服として、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、上告するも退けられました。一人の男が金のために起こした本事件、陽子さんは楽しみにしていた成人式に出席することなく、実の父親に命を奪われたのです。被害者のご冥福をお祈りします。